そのバカの壁っていう言葉がさ、やっぱつかみが大きいやな。あ、何回なと思って、その人のプロフィール見たらそういうことやったわけ。ホーム心理教にまで入ってしまうような、つまり精神的にそういうほら、いわゆる人を導けなかった。だって、教授とか先生とかいう人たちってやっぱり人をこういい方向に導きたいというとか、そういう一緒にそういういい方向に進めたいというのを本来自分たちが腹の中もっとした人じゃない。なのに、そっち側に間違った方向にその、要するに、を言った子たちを引き止めれなかったというか、そういう考え方に至らせてしまった。だって、賢い人たちが多かったじゃないね。あれ、うん。だけど、要はね、どんなに賢くっても、理念がおかしかったらあんなことになるわけよ。だけど、そういう考え方っていうのが大事だっていうのをものすごく言いおっしゃって、で、あの本自体難しいことは書いてあるじゃん。実は、あれは結構難解と、あの本はね、私とかはもうすぐ、ああいうことが書いてあるよっていうのをちょっとごめん、言い切らんかい？あの本。でも、そういう人がそういうふうに言いおっしゃったら、あーって思った。そのね、本に書いてあるようなこととかなんかで分かったふりっていうか、それで納得してて、どうするんだ君だって外に出ないかって言うのちょっと、本当これよ、何年寄りの話をじっと聞いて、満足してるんだと思って。すごいってことやな、私。そう。だけ、別に、そこの、何々学校に行かないかんかったとかなんとかじゃなくって、あ、自分がその気になったらどこに立って勉強できるんだなっていう気持ちにもなった。そうなの。そう。ね、こういうのを私塾って言います。私塾。私に宿女の宿っていう字書くんですけど、要はね、この人は離れていても、あ、この人はこの人みたいにやってみたいとか、この人を見習いたいっていうような、実物の師匠、ね。こういう人の、ことを、こう、なんていうか、影響を受けながら勉強すること。これを私塾って言います。直接そこにおらんでも、いわゆる、例えば、福沢諭吉の学問の勧めをちゃんと読んだ人が、日露戦争のちゃんとこう、なんていうの、立役者というか、本当に勝った人、坂の上の雲があるよね。今度の、第3弾あるよ。うん。秋山兄弟のお兄さん。この人とかは四国におって、直接、福沢先生から習ったわけじゃないんだけども、学問の勧めで勉強しちゃった。こういうのを私塾って言うと。そう。だけ秋山実次は、福沢諭吉に直接習ったじゃないんだけど、福沢諭吉の学問の勧めで勉強した人。で、日本を、勝利に導く。いい意味で勝利に導いた人。だけど、そういう意味でも坂の上の雲は見とってほしいね。勝った負けたじゃないって。なんていうか、日本のね、後の戦争はちょっとはっきり言って、ちょっと、理念がないんだけど、日露戦争に関しては、日本人はに、あれは、なんていうか、戦いたくて戦ったんじゃなくて、自分たちが、いわゆる植民地にならんために戦った戦い。で坂の上の雲は、秋山のお兄さんの話は、ぜひ知っておいてほしいね。お兄さんはね、弟にね、まだ理念なんか、要するに思想なんかもはっきり固まってない人間が、新聞なんか読むなって言って怒る弟お兄さんだと。新聞なんか読むなって言って怒られて。新聞読めって言われよ、普通。新聞なんか読むんじゃないって怒られて。すごかろだけど、とにかく、自分がね、正しい方向に学ぼうと思ったら、どこに立って勉強できるってことです。少し分かってきた。で、あんまりいろいろ言ったら、私は、気違いと思われたし。いや、分かるさ、分かってくれるって、実は。うん。まあ、だから、要はとにかく、まあ、一緒におったら分かってくれる、だんだん。うん、別に、だから、でも一歩間違ったらよ。私の思想が一歩間違っとったらオウム真理教になるってことですよ。だけ思想が大事だっていうこと。あ、はい。はいはい。うん。あ、ごめん。私、14番の方にずっと電話してました。じゃあ、ちょっと出てきてください。玄関の方に行きます。あ、車の方に行きます。はい。ごめん。私、